アメリカのダラスです。 If I help, you don't do it there.イエーイ。バレーボール。今はバレーボールに使われてるけど、はい、リングはこう、あ、1、2、3、4、5、6、確かに7、8、めっちゃあるわ。コートが、まあ、上に行ったら一応あの親御さんとかは入れるところがある。え、すごい。こんな感じの見る場所なんだ。なんか思ってたのと全然違う。はい。へー。初めて見るタイプ。今回のアメリカのラストです。ラストは1日目にやってもらったマックスさんの練習です。さんなぜかうちのことめっちゃ好きになってくれたらしいって最後マックさんと一緒に練習楽しみたいと思います。Come here. That's the snake.
日本やるやるこういうの。なんか、うん、やるとこはやる。へえ。なんていうか、なんか難しいドリブルからキャッチからすぐシュートみたいな。なんか意識あるところはやりますけど。立ってもすぐ打つみたいな。なるほどね。でもやってないとこもあるからいいと思う。これ自主練でもできるし。うんうん、ね、真似してほしいやつです、ね。そうやね。ぜひと。Oh!
ということでラストのゲームが終わりました。やっぱアメリカって最初にワークアウト、ドリブルとステップとなんか組み合わさったような練習がもう最初からやるから効率はいいなと思います。ステップもあれできなきゃ、ドリブルだけじゃできないし、でシュートの、早く持ってシュート打つやつは日本でもやると思うし、すごいどこの国でも大事な練習だと思いました。ということで皆さん練習ぜひ参考にしてください。アメリカの練習これで終わりです。ありがとうございました。ね、怪我なく Thank you イエーイ。LA 再び空港の中に入ってきました。はい、さあここから3時間、岡田真央はどれだけ好きなものを食べ尽くせるでしょうか。いや、そういう企画、そういう企画にされた。うん、なんかソファー的なのがあれば。めっちゃ美味しいのはめっちゃ美味しいのよ、タクス。ね、うん、そう、沖縄とかのやつでしょ、うん、メキシコとかだっけ、うん、今回アメリカに何日間だろう、3日、今回アメリカ滞在中にお世話になったのがグレイスライトインターナショナルさんっていうあの会社で、ご夫婦でやってる会社なんですけど、日本人の、アメリカ来たい方をいろいろサポートしてる会社さんなので、そこのところに お家にお世話になりました。ご飯とかも美味しくいただきました。ありがとうございます。葵は、ついてきてくれました。英語できないし、やっぱすごい頼りなので、いろいろ国際的なあれは、はい、ありがとうございます。すごく助かりました、マジで。このアメリカ期間ありがとうございました。はい。